八大駅は東京都渋谷区八大一丁目にある京王電鉄京王線の駅である京王東管区所属駅番号はこれに、首都高速4号新宿線と国道20号の地下に位置しホームは上り線と下り線で2層構造となっており地下2階が上り線地下3階が下り線である階段は新宿よりと旗ヶ谷よりの2カ所にあり エスカレーターも設置している。加えて、新宿よりには、エレベーターも設置している。旗ヶ谷よりの階段を上がると、地下1階の中央口改札口で、改札内にトイレがある。この中央口改札口を西向きに出ると、地下自由通路があり、右に行けば、甲州街道の北側に出る北口、左に行けば、南側に出る南口である。 北口は新国立劇場に直結し、地下式の駐輪場ともつながっている。新宿寄りの改札口は東口で東京オペラシティに直結している。東口はオペラシティの営業時間に合わせて7時30分から23時30分まで利用できる。東口改札口自体とオペラシティ外に通じる出口は初電から24時まで利用できる。 中央口改札口は地下駅下と同時に設置。東口改札口は東京オペラシティからの要望によって設置したものである。東口改札口を設置する前は、現在の中央口改札口が開業時からの改札口となっていた。1978年10月31日、新宿笹塚間福々線化により、甲州街道直下の先造部側にホームを移設した。 この際に、相模原線の快速、通り、回を、新線新宿発着に振り替え、当駅も停車駅としたほか、新宿駅一の3番線発着となる、京王線側は、旗ヶ谷駅と同様に、各駅停車を含む、全列車が通過となった。その後、京王線側の旧ホームは、保線資材置き場、資材搬入口及び、トンネルの緊急避難路や、 駅メンテナンス用の通路としており、今でも通過する車中から見ることができる。出口1の方よりは、京王線側の旧ホームへつながる駅舎、コンコースを維持して、京王新線側へ接続した名残である。地上時代は、相対式ホームであった。1964年6月7日より地下か、18メートル級6両編成対応の、島式ホームで、 各駅停車だけが止まる駅であった。福福線下後の1983年7月17日、当駅旗ヶ谷付近の京王線側を近か、連続立体交差事業が進行した。1992年5月28日のダイヤ改正から東京競馬開催時における羽時の臨時特急新宿駅を急行に振り替え、その一部を新線。 新宿駅として運転したことにより、急行停車駅となった。2001年3月27日のダイヤ改正から、新線に定期急行列車を新設、停車駅となった。駅ホーム脇に、通風口がある。これは複々線化に伴い、先造部の京王新線側にホームを移設した当初、列車が接近する際の風圧により、ホームで待っている乗客だけでなく、収札した。 乗車券が舞い飛ぶなど駅係員からも不評だったため、風を逃がすためにやっとから設置したものである。2020年度の1日平均乗降人員は42,073人である。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通りである。駅所在地の渋谷区と新宿区の草会に近接している。下記にある企業や施設によっては、 新宿区側に存在するものもある。駅の東側に東京オペラシティ南と新国立劇場前停留所がある。なお、校舎については都営バスを除き、初台駅入り口も合わせて表記している。また、八甲バス春の小川ルートのみが停車するオペラ通りと新国立劇場がある。八甲バスの停留所名は前がつかない新国立劇場である。このほか。 中央口の南側に、初台駅停留所がある。1953年より1980年代後半まで、現在東京オペラシティがある敷地の一部に、京王帝都バス、新宿営業所があった。詳細は、京王電鉄バスかつて存在した営業所を参照。東京オペラシティ南、新国立劇場初台駅初代の駅名である、海星京は、 線路付近の玉川上水にかかっていた橋に、ちなんでいる。現在、海西橋に残されている親柱、欄干はモニュメントである。現在の駅名である、発代は、開明当時の駅南側の地域の地名、渋谷区代々木発台町から来ている。地名の由来は、代々木村に、大田道館が作った八箇所の砦のうち、一の砦のあった場所から、発代と呼ばれるようになったと言われる。 この地に、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の乳母であった、土井正勝の妻が、徳川家康関東天保直後の1591年に、この地に200国を配慮したことから、初大局と名乗るようになった。初大局の娘で、三大将軍、徳川家光の乳母の賠宴局が、母の菩提寺として、正春寺を、現在の渋谷区代々木三丁目、当時の代々、 木村三国に創建した。ありがとうございます。